はい、やります。いや、俺今からバイオハザードでも始めようとしてんの。明らかにタイトルの雰囲気がバイオハザードなんだけど、これ絶対ボタン押したらバイオハザードってなるよ。見てて、なんか言え。1号の変身音が鳴りました。ってことでやっていきたまえ、ダブ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 ダニューゲーム。あ、でもちょっと待って、ちょっと待って。あ、なんか難易度出た、難易度ね、ちょっとオプションでいい？あの、さっきね、録画テストしてみたんだけど、なんかセリフの声がちょっと小さいんだよね。プレイ環境を変更します。あら、まあいい声。いじれない。昔のゲーム特有のかゆいところに手が届かないやつ、しょうがない、やろう。ニューゲーム、モードセレクトはノーマルかハードなら、もうね、そんなんもうね、男ならノーマル一択ですよ。もう当たり前じゃないですか。ハードなんてもうけクソくらいよ。さあやっていきましょう。どういうストーリーなんでしょう。なんかバックストーリーみたいなのが説明書に書いてあったんだけど、1972年、俺生まれてない。おー、初夏、早っ。待て。すげえ。あ、ポリゴン、あ、出た、ポリゴンだ。いや、イチゴかっこいい。いや、2023年になってもうまだかっこいいってすごいからね。ちょ待って、ストップ。え、メニュー画面。メニュー画面開く時間がちょっと焦る。これね、ほんと懐かしいんだけど、紙の説明書がついてるタイプなんだよね。これチュートリアルねえのか、マジか。仮面ライダーライダーライダーで、これ紙の説明書に操作方法一応載ってんだけど、やばい、チュートリアルないのか。項目の、あー、これスティックでもキーでもいけるんだね。じゃあスティックにしようかな。とりあえず、どこ、ショッカー消えた、うわ、上から飛んできた。え、何、え、何、どうした、本当にバイオハザードみたいな画面展開すんな。あれ、ちょっと、あ、動いた、攻撃判定が、よし、オッケー、なんかアンデッドみたいなやられ方すんな。アンデッドのやられ方っていうか、アンデッドみたいな血流すな。どうした、もう展開についていけ。出た、出たって知らんけど、あれは、え、何、どこやられた、今のは何だ、ん、仮面ライダー、今に我々の本当の力を思い、すごい、この急展開昭和っぽい。何度再生しようと、お前たちの野望は俺が打ち砕く。すごい安心感のある声。俺はもはやショッカーの一員ではない。ショッ、じゃあその股間につけてんの何？邪悪な力により再びこの世に生を受けた闇の世界の創造者なのだ。すげえ、具体的なこと何も言ってないのになんか説得力ある。特撮だから許されることよそれ。ショッカーではない、邪悪な力な。急に始まる、日常パート挟んで欲しかったな。ちょっと心休まる展開欲しかった。何よ。脳みそみたいに出てきてる。何、本当にバイオハザードじゃん。バイオハザードだってこれ、もう皆さん、これバイオハザードです。仮面ライダーじゃないです。何、あ、目だ、おお、どうも、眼球。目合っちゃった、気まずい。この暗闇が一番決まってる。2世飛んだな。戦いから3ヶ月後、平穏な生活を送っていた仮面ライダーアギト津上翔一は、あ、アギト、悪の気配に感応し、建設間もない原子力発電所に来ていた。すげえ、頭の次に足首くやん。あ、似てる、すごい、当時の技術頑張ったんだなっていうのがすごいわかる。そういうの分かるんだっけ？俺アギト本編見てないんだよね。どうなってんだ一体。いや、俺の現在のステータスなかなか終わってて、このゲームに出てくるライダー、あー、出た、第一章、発電所に潜む謎を探れ。
なんか謎解き要素が多いらしいです、このゲーム。で、問題なのが、このゲーム、あ、始まった。あ、おすげえ。いや、この、ほら、この画面展開がもうバイオハザードなんよ。これ絶対電話でさ、セーブとかできるんじゃない？外には通じてない。あー、なるほど。ちなみに出れるのかな？ここ画面展開いるか？え、なに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 ？え、なに？え、出てきた。え、出てきた。もう変身する気満々なの。殺意高いですね。これ出てくる間俺全員本編見てないんだよな。なんかある。ファイル、プレーニングマニュアル。ここで手に入るんだ。さっきのイチゴのくだり何だったの？ちょっとアイテム見てみよう。アギト。アイテム。わーす、あ、なにこれ、スペースとかあるやつ。余裕バイオハザード。ヒント。あ、プレーニングマニュアル。あった。ライダーベルトが出現したら L1 プラス R1 で変身だ。アックの手先を蹴散らせ。ピシャタタ、あー、こう。やっぱとりあえず解凍期間すごいな、ここ。必殺技が L1 を押しながら四角か丸。で、回避アクションが L2 を組み合わせて、方向キーと L2 を組み合わせる。はい。クイックステップ。覚えられない。方向キーか、R2 でクイックステップ。回避アクション、バースト攻撃。ああ、はいはいはい。暴走モード。ガタガタゴットンガッタンガッタンですか？ライダーの目が光り始めたら、R1 で暴走するんだね。アンコントロールスイッチ、セレクトボタンでメニューを開くとセーブ。セーブ画面、セレクトボタン。はいはい。セーブはいつでもできるんだね。いい子のみんな1時間休んだら全部無理。先に言っとく。無理。すごい、こういうこと書いてるのなんか本当昔のゲームって感じする。何だっけ？ L1 と R1 で変身するんだっけ？まあ、まだいいか。敵ないし。あー、もう出てくる雰囲気。あ、いや、出た。なんだあんたたち。全身タイツの変態さんです。あ、待て、これ戦える。戦えた。生身でもなかなか強いんだが。あ、なるほど、これ移動しながらできないんだね。嘘、勝っちゃったショッカーに。まあ、アギトは人間体でも強いイメージあるけどね、確かに。変身ベルトだけ出して戦わないのはなめべ。あっ！ちょっとびっくりした。あっ、こっち来るんかい。やばい、ごめん、もう、こういうゲーム画面でそういうのダメだって。あー、もう落ち着かない、もう心臓バック。あー、いやー、もう名人いっぱい来たよ。いっぱい来た、この子たち。よしよっしょ。オッケープレート出してるのに変身しないっていうね。これ無限脇なのかな。ちょっと待って、やっぱ探索感あるな。あっ、嘘。これ止まっちゃいけないってやつか。ダメ。すごい、すごい罠。なんでこんな研究施設にそんな罠張ってあんの。なんかある。ライダーエネルギー、仮面ライダー。そっち側なんかあるの。あ、びっくりした、敵いるんかと思った。あ、ライフパック。あー、ありがてえ。ライフパックって、体力回復だよね。ここなんか空いてない？中身は空。あ、これ全部喋るやつ。あ、中身、はい。ちょっと時間かかるな、これ。特になし。ナッシングなし。新聞とかなんか情報あるんじゃない？バイオハザードとかそうじゃない？あ、なんかある。書類棚だ。中には書類が収められてる。なんもないんかい。絶対なんかあるやつじゃん。絶対な、普通なら。なんかある。特に変わったところはない。ないの？ここは？何か飲みますか？はい、飲みます。あ、ありがとう。まだある。これ無限、すべ、最後の一個だった。なかなかレアな場面に出くわしたな。奥行ってみよう、奥。立ち入り禁止。え、何？あ、びっくりした。ドアの音か。なんか、変身したんかと思った。え、何？絶対やばい！絶対やばい！タイラントとか出るとこ、ここ、多分。
あの下の空洞の、あの通路の空洞のとこからタイランとか突き破って出てくるやつ。バイオハザードやったことないから予想でしかないんだけど、やばい BGM なんかいるよ、動いてるよ。え、まだ俺はいける。ショッカーかい。ショッカーに生身で勝てるって相当すごいからね。確かなんかプロレスラー並みのあれがあるんでしょ。何、ああ、ありがとうございます。絶対な、何な、は、特に変わったところはない。まあ特に何も問題起きてないのに、なんかしら、あのいじるってなかなかないもんな。普通に考えてね。さあ、おお、もうなんかく、マップの区切りがようわからんな。ああ、もうお前ほんと落ち着かん、このゲーム。落ち、あっ俺画面もう音量の調節がクソめんどいことになるやん。これ何、あ、いた、あの緑のやつ何だったんだろう。いや、もう俺マッピング能力ないから、ダメだって、もっとやばいとこ来ちゃった。何がある。あー、びっくりした。もうこれでもびっくりするからね、俺。何、俺どっから来た今。え、どっから来た。え、なんかこれ何、これなんかでっかい管あるけど、でっかい管、なんもない。なんかもう自分がどこにいるか分かんなくなっちゃってきた。こういうゲーム慣れてないから。ライフパック、なんか本当に放り投げられたな。チュートリアル欲しい。龍が如くって親切だったんだなってちょっと思い知らされてる。ない、なんもない。作業予定などが書かれている。ちょっと待って、マップ見よう。もうわけわかんなくなっちゃった。マップ。はい、これどっち、何これ。上の階があるってこと。じゃあとりあえずその上の階行ってみよう。上の階ってか下の階なのかな、よくわかんねえ。もうよくわかんねえ。じゃあこっち行ってみよう。いるよね多分。いる、来い。来ない。え、どこ。これでもどっちから来た俺。わかんねえ。やべえ、ちょっと待って、マップ。今どこいる。あ、こっち来たんだ。ってことは、この赤いとこ行ってみよう。もう来たもんはしょうがない。赤いとこ行こうぜ。電力供給されて開けることはできないようだ。マジで？なんかアイテム使うのかな？これでこっち戻って、ここがどこ？で、ぐっちゃぐちゃ。俺 Google マップ常に片手に持ってないとダメな人なんです。だから歩きスマホとかならないように一生懸命努力してるんですけど、こっちか。こっちで、あ、こっち来たとこか。これ何、これなんかいろいろメモとかいる、もしかして。ここが来たとこだね。ってことはちょっと階段行ってみようか。階段。もう自分がどこにいるか本当わかんなくなっちゃった。俺は絶対ここで働きたくねえわ。もう道覚えられる気がせん。ああ、ここいそうだな。来いよ、ショッカー。ほら来たー、挟まれたー、助けてー。ちょっと待って、これ回避ってどうやるの。回避って あるんか。あ、ある、今回避したね。こうか。スライド移動してんじゃん。感性と摩擦がすごい働き方してる。何よね、おー、不意打ちボンバー。おらよ、どうなった。おぉ、びっくりした。ねえ、ライフパック。あ、ライフパックしかない。あ、そこに階段あるじゃん。ってことは、ここ、手前に来れるな。ここ手前、あれ、ない。え、どうなってんのここ。やばい。終わる気がせん。一本道だ。奥側に階段がある。奥、こっち？か、階段、ない？え？どこ？これはどこ？ここはどこ？あ、これ、
がもう一番端っこなんじゃあもうここは用はないですね多分。あーマジかい。これ経験値とかあるのかな、ずっと強さ一定とかだったりする。だって仮面ライダーだから武器とかまあ1号2号はあるかもしんないけど基本武器はないよね、特にアギトは。俺ってどこから来たんだっけ。とりあえずここのステージでやることはないんじゃないかな。ふぅ、やっと落ち着いた。いや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 、どっちにしろめっちゃ慌ただしかった。ああライブお前復活すんの、倒したよね、ね姿勢に移動すると復活すんの。あ、復活するみたいです、こんにゃろうめん。こっちの道行ったっけ、どうだったっけ。あ、ここから戻ってきたんだっけ。一回戻ろう。一回落ち着こう。BGM で死ぬ。俺のメンタルが。あ、思い出したー。え、ここどうやって、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュー！オッケー。え、ナウェイ！あー、生きてるー、なんでー？オッケー。これ移動しながら攻撃できないのがなかなか癖強い。うわ、みんな来た。仮面ライダーのゲームなのに未だに変身取ってくっていう。あ、アイテムある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 。すげえ、こういう見つけ方があるんだね。はいはいはい。うわ、これ、なんか隠しアイテムとか見つけづらそうだな。あ、持てない。じゃちょっと体力回復しようか。これアイテムってどうやって使うの？アイテムで、L、S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 。じゃあ S 使います。U。OK。元気いっぱい。アンパンマン。オッケー。あ、ちょっと待って待って、ここなんかあったりする？なんもないか、明らかになんかありそうだけどな。なんか中から道具取ってさ、ね、バイオハザードっぽいんなら、なんか使うでしょ。しかもなんか電気のなんか、あれが、なるー！もう、行くぞ！おらあれかな？意外と短かったりするのかな？端っこ通ったら当たらないみたいなことある？うわ、すげえ。なんか学校みたい、ここだけ見ると。なんか怖い。うわっ待て、よし、変身するか。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。違う。ショッカーさん、ごめん。こっち行こう。ちょっと、変身、俺の変身見て。俺、見てください、俺の変身。見てください、俺の変身。行くぞ。おぉ、なんか結構尺取るな。お、来ました。おぉ、あ、コントローラー震えてる。変身。おナイフかっこいい、急に様になったな。人間ポリゴンじゃないから。お、すげえ強い。なんか消え方に差があるのは何なんだろう。あー、ギトーいいね。あれこれ一回、うわなんなんもうこいつら、ここの職場の人はどうやって生活しとん。絶対まあ死人出てるって。うわ、すげえ。なんかシュールだな。仮面ライダーはこんな風に調べ物してるってシュールだな。特に気になるところはない。ホワイトボードだ。何かの予定が書かれている。ちょっと、そういうの大事じゃないの。これ多分メモとかいるんだよね。すごい。わあ、ああ、待て、違う、話が違う。やばい、仮面ライダーが強すぎて。不意打ちが不意打ちの意味をなしてない。なんかセットってあるんです。セットって。何捨てたの今。セット、あ、セットって置くって意味か。捨てるをセットっていうゲーム初めて見た。わあ、今回あんまり見なかったが、弱ー。これパワーバランス成り立ってないんじゃない。かわいそうになってきたわ。え、なに？びっくりした。オッケー。ライフエネルギー。あー、これライフエネルギーってどうやって使うんだろう。まあいいや。これ開く？関連取らせ、開ける、これ攻撃しろ。仮面ライダーだろ。ダメだ。そんなことある？まあまあ、まだなんか悪事やってるとは限らないもんね。襲ってきてるだけで。ショッカーが襲ってきてるだけで悪事やってるとは限らないもんね。
これはなんかあるんじゃない？ダンボールだ。中には錆びついた釘がたくさん入って、何それ怖っ。いやダンボ、いや明らかに危ねえやつあるだろ下に。バイオハザードの中盤に出てきそうな。あ、なんかある？あ、なんか、あー、怖っ怖っ、めっちゃ怖ー、なに、あ無理、これは克服できん。なんかあるね。なに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 かある、レバーを取りますか。じゃあ取ります。はい、なんか使うのかな。あ、レバー、はいはいはい、2つの出っ張りがついているレバー、はい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 。あ、なんか謎解きっぽくなったね。あ、ここだけなんか探索パーツとかあるわけではない。わあお前ほんとほんとほんと、お前ほんと、おいおいお前よ、おいおいおいあんま大人を舐めるんじゃないよもうそろそろ切れてもいいと思う。普通の大人なら切れて、あー落ちちゃったー。めっちゃ断末魔聞こえた。あれ、これジャンプいける、ジャンプジャンプジャンプすぐジャンプジャンプダメ、いけない。なんかレバーでレバーでなんとかならないですかね。ちょっと レバーでちょっと レバー使ってさ、ユーズでさ、あーなんもないごめんなさい。でここ来たよねこの部屋は入ったよね。でここの部屋も、あれ俺どっから来たっけ、あれ俺どっから来たっけあれあれあれ、え、俺どっから来たっけ。え、あ、そっかそっか、この部屋を通じて違うとこ行ったんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、ここ、そうそうそう、ここだ、ここだ。オッケーオッケーオッケー。あー、びっくりした。うわあ、おおおおおオッケー。あ、ここ、なるほど。ここ、向こう側はここになってんのね。オッケー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 。どうすりゃいいのかな行くとこなくなったぞ。とりあえずここは通って、どうやって、どうやって、あそこどうやって通るの。おい、すごいの投げてる。いきなりお前ら戦い方変えてくるんや。よし、オッケー。あー、やばいやばい、危ない危ない、危なかった。すげえ飛び方した。じゃあ、とりあえず降りるか。2階もなんもなかったね、とりあえず。危ない。あれ？あー、びっくりした。こっち側なんかあるんかと思った。下降りて、あれ、もう行くとこなくない？まだあったっけ、なんか。ここはもう行き止まりでしょ？なんか行くとこあったっけ？すげえ、早速積んでる。早速なんか詰まってます。やべえ。現在地がここでしょ？で、あの階段だから、とりあえず戻って、すぐ横の通路。あ、でも、あそこってあれか。あ、うぅぅ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 はまだ発売先ですよ。うわぁ、どんどん来る、どんどん来る、どんどん来る、よいしょ。あ、でも、そっか、レバーを手に入れたから、これなんか、マップとか見れたりする？見れない。レバーを手に入れたから、どっかで使える可能性があるのか。あ、ちょっと待って、もう端っこ通ろうとしたんです。オッケーオッケー、反応しないんだね、なるほど。で、どっかで使えるんじゃないかな。じゃあ、なんかレバーを使いそうなとこ、ここだよね、やっぱ。レバーといえば。ちょっとここ怖いからあんま入りたくないんだけど、まあ、致し方ない。こことかない、こことか。気になるとこはない。絶対レバーどっかで使うよね、ここの。どこだろう。もう驚かないよ。もう知ってる、知ってるもんは驚かないよ、俺は。あ、これじゃない、これじゃない、うわ、明らかにこれだわ。装置2つある。これ、メニューから選ぶタイプか。なんか、リアクションがフリーゲームみたいだな。俺のリアクションが。アイテムで、よし、ユーズ。よし、使えた！オーケー！すげえ独特、こんなん実際あるんかな。で、動かしてみようぜ。あ、動いた、どこそれ。あ、エレベーター動いたの。え、だからどこそれ。電力が供給されたようだ。あ、どっかあったよね、なんか、あっ！